こんにちは。こんにちは。シュメガネーズです。です。さあ、今回、メガネーズが好きな、あ、好きなじゃない、好き勝手なテーマで話す。もうぐだぐだじゃないですか。周期砲弾です。はい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 。何話しますか、今日は。高校サッカー選手権の季節が間もなく来るわけですけど。来ますね。青春。ちょっと待ってください。バタさんの後ろから5個が刺さってる。これどうもいいかな。俺もちょっとね、突っ込もうかどうしようかっていうところで、こう光が出たり。ここ、すごいことになってるんですけど。今回は、メガネーズが好き勝手なテーマで話す周期砲弾なんですが、はい、バタイがちょっと話があるはい、ちょっとポジショニングも修正したんで、はい、ありがとうございます。まあ、高校サッカー選手権の季節が来てるので、水沼さん、高校といえば高校サッカー選手権というイメージもありつつ、あのウィキペディアの時の企画ではですね、あの高校生活についていろいろ語っていただいてでも選手権って大会それ自体でどうだったのかとか、そういう話はあんま深掘りできなかったなというところもあるので、ちょっとスピンオフじゃないですけど、やってみようかなと。なるほど。意義のあるタイミングで、水間さんは高校サッカー選手権に臨まれているので、そこをちょっと聞きたいなと思うんですが。いやー、いいですね。どうぞどうぞ。はい、元祖ですから。高校選手権。何元祖。元祖アイドルですから。いや、だってあれ水間さんが出て優勝した時が初めて首都圏開催でテレビ放送になったんですよ、うん、はい、1976年度の大会から、ね、高校サッカー選手権は首都圏開催になって、うん、こう、まあ、日テレがガツンと押し出してっていう大会なりっていう、 そうですね、そのポイントでまず1年生でいきなり出るわけですよね。出てくるんですから、はい、その大会で1年生でまた出てくるっていうのがまたすごくて、でもね、だ高校3年か1年生でもいきなりスターになっちゃってるですから、いやいや3年間大変じゃないですか。もうファンレターが届いたり、サッカーマガジンがそういうふうにこう持ち上げてくれたんです。いや優勝してるんですから、もういや1年ですもん。だってすごくないですか。2年3年の先輩たちが、まあ、いい先輩たちがいたから、まあ、優勝はしたわけですから。やる前っていうのは出演解散に変わるとか、うん、そういうのって選手側ってどういう受け止め方だったんですか。関西でやっていた大会を首都圏に持ってきました、うん、まあ、後々こう松本監督とかと話をした時に相当プレッシャーがあったと。やっぱ関東近辺のチームはで、テレビもあるし、うん、まあ、視聴率も上げなきゃいけないし、のためにはやっぱり関東のチームが強くなっていかないとテレビを見る人も多くないだろうみたいな感じだったらしい。面白いですね。だから、まあ、うちもそうだし、提供とかもそうだし、うん、もうとにかく関東のチームが頑張んなきゃいけないっていう、それはあったの。それ選手直接言われてたりとかしたんですか。そういう言われてない、そんなことそんなこと言われてない。水沼さん自体はあ、これテレビ映るんだみたいな、そのモチベーションもちょっとあったんですか。テレビ映るんだじゃなくて、国立でできるんだな。ああ、そっちか。まあそうっすよね、準決勝から国立でできるので、うん、あ、やっぱり国立で試合ができるっていう、なんかもう中学生か小学生の終わりぐらいに国立でそれこそユースの試合を見て、うん、でそこでもう憧れの舞台になったので、国立が、うん、ああ、その時に、だからそこで試合ができるっていうのはものすごいモチベーションになった。なるほど。みんな高校選手権に出る選手たちってみんな国立でってみんな言いますもんね。それがそまさにそれが始まりですね、水谷さんのね。そう本当に始まりだよね。そこが憧れの舞台になって、舞台で高校サッカーの聖地みたいになって、うん、やっぱりみんなそこを憧れて目指していく。準決勝で初めて国立行ったんだけど、うん、はい、その時に、まあ、帝京とだったのね、うん、で、まあ、結果 PK で勝ち上がるんですけど、うんうん、その時は練習試合とか全然勝てなかったの。ああ、それからノリさんが、佐々木ノリさんがキャプテンだよ、その時。そうなんですか。知らなかった。知らない。知らなかった。ノリさんキャプテンの提供よ。そこに本当全然勝てなくて、どうやって勝つかみたいなところだったんだよね。当時のあとメンバーはどんなメンバー。宮内さんとかさ、あ、早稲田和夫さん、あ、まあ、今回宮崎日大の何アドバイザー総監みたいな形で出てくるけど、金子さんとか後代表とかになったり、金子さんも当時、そう
がいて、本当に勝てないっていうふうに言われてて、はい、監督にもお前らはこのチームによりは弱いから勝てないぞってずっと言われてたことがあって、そんな風に言われるんですか。インターハイでも広島健康和志さんのところとやって、はい、お前たちはこんなところに勝てないっていうふうに言われて撃破してるんだけど、うんうん、もうそういうモチベーションで行ったのね。だから PK に、面白い。 PK にはなるんだけど勝って、でそれこそ決勝で静岡学園とやるわけですよ。伝説の試合ですよ。5対4ですよ、ね、5対4なんてなかなかなくないですか。決勝でどういうことですか。それ3-0までいって3-1で、それから4-1、うん、4-2で5-2、5-3、5-4になるわけです、うん、もう一番最初にテレビで放送した大会の決勝としては最高じゃないですか。そうそうそうなの、本当に、ね、その時にさ、去年も静学のベンチに入ってた井田さんだよ、監督。ああ、そうですよね。まあそうか、ゆっくり攻めろって、ゆっくり攻めろ、伝説の起源、ゆっくり攻めろね。いやいや俺たち早く攻めるよって言ってでもそういうところもめちゃ面白いですよね、対照的なね。そう、いやでもよくね、僕らね、バタもそうだと思うんですけど、選手権で当時水間さんと1年生対決っつってこうね、宮原慎二ね、宮原さんがよくね、キーパーに今 FC 東京のゴールキーパーコーチの森下とかね、ああ森下さんとかね、なんかいろんなエピがある試合ですよね。でたくさんの人が見に来てくれてて、うん、俺たちその浦和に泊まってて旅館に、うん、でそこから電車で行ってたんだよね、うん、国立まで。そうなんですね。そうバスとかじゃない、電車で行って結構早い時間に、まあ、準決勝初めて国立行った時にすごい3時間ぐらい前にもう国立着いて、うん、でトラックをずる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 こう歩くの、うん、あそこすり鉢状でこうボールのこう俯瞰の距離が全然分かんないの。あそうなん、蹴った球の感じとかどのぐらいとかっていうのが、でそういうスタジアムの雰囲気っていうのをまず見ろみたいな感じで結構早くに行かされた。それでもよく選手の言いますよね、その距離感とかその場所によってトラックがあったりとかすると遠近感とかがちょっと微妙に分かんなくなるみたいなこと言いますよね。まあ、高校サッカーは昼間だからいいけどさ、うん、もう全然違う話になるけどさ、例えばスタジアムの照明があるじゃない、うん、でどの角度だったら照明が入るとかっていうの全部やるなんね。ああなるほどね。で代表の試合で国立で試合するときに、うん、まあ、夜こう練習しててあそこのライトだけ一個ちょっと入るとか言ってちょっと角度変えてもらったりとかしたことあったから。へえ、そうなんだ。まあそういうスタジアムだったんですよね。でも高校サッカーいいのはその何スクールメイツっていう人たちがさ踊ってくれてさ、ザ・バーズ、そうザ・バーズ、うん、曲がかかるじゃないですか、はい、あれでテンションが上がるわけですよね。上がりますよねあれ上がりますよ。何なんですかねあれね。僕もだって食い入るように見てましたから、もう中学生ぐらいから。選手たちもやっぱりあれテンション上がるんですね。上がる上がる、やっぱりスタジアム行ってその曲が流れてるとこがわーって上がってくるし、まあでも1年で優勝したんだけど俺2年3年って上がっていくことに成績がどんどん落ちるわけね、うん、2年の時は、まあ、準決勝で負けて4中高に負ける、はい、でその時に決勝は4中高と帝京でやって帝京が勝つんだけど、はい、その年は2年の年は帝京にはやたら相性良かった。あ強かったんですねそうでもそういう時は勝てないんで、そうそうそう、対戦する前に終わっちゃうと、そう終わってしまった。それもその4中高に負けた選手権もの準決勝もインターハイで4中高とやってるんだよ、ね、で負けてんだよその時も。あなる、でも前年自分たちのこと考えたら前年は自分たちにずっと勝てなかった相手に勝ってたりするわけじゃないですか。そう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 、逆やられたわけですよ ね、 ね、そうで逆やられるし、それこそ夏に負けた相手にもう一回冬でもやられるっていう、うん、で夏に負けた後にすぐにインターハイ岡山だったんだけど確か、でうん、すぐに帰ってすぐにグラウンド走らされて、うん、うーわってなった時の記憶があっていやもうその相手だからさ絶対勝たなきゃいかんと思ったけどさ負けるという。その時に四中高の伝説の監督だった樋口さんが監督 で、 さん、はい、で1年生に今琉球の監督の樋口康がいて、はい、すごいんですよ。へえ、面白いわ、なんかすげえ。それで3年になるわけよね。今度は3年の時には、まあ、1年2年選手権に出てて優勝3位みたいな感じになってるから、うん、まあ、やっぱり
浦和南として学校が注目されるわけ、やっぱり、はいはい、また今度はリベンジで優勝だみたいな感じで、うんうんうん、で、大会が始まる前になんか特番みたいなのを作ってくれるので、うん、俺がなんかこう走ってる姿をこう車の後ろからカメラでずっとこう追われながらさ追われてるのね、そうそうそう、それを撮りつつさ、はいはい、なんかこの大会始まりますみたいな番組作るんだけど、うん、俺たち2回戦ぐらいで負けるって。いやでももうそれぐらいだ、1年生の時言う、ね、スターになっちゃったから、うん、ずっとだからずっと注目されっぱなしの3年間なわけですよね。そうなので選手権が始まる直前の練習試合でその時、うん、栃木県の代表が宇都宮農業っていう多分宇能って言われてた、ね、はい宇能、はいはい、そこと練習試合やって、はい、ヘディングの競り合いでめっちゃ落ちて腰強打してで練習ほぼできずに大会に臨み、あで1回戦は勝つんだけど1回戦福岡商業かな、うん、で勝つんだけど、まあ、そこで捻挫をして俺、うん、結構ひどい捻挫して、でその次の試合が室蘭大谷でもう満身創痍じゃないけどもうこう一日中こう血液抜いたりとかするような、まあ、そういう治療して腫れを引かしてとかってやってテープガチガチでやったんだけど腰は痛い、捻挫はしてる、でもう全然ダメで。あなるほどね。でアップの時に室蘭大谷ってやるアップの時に静岡学園が高い城で負けたっていうアナウンスが入ったわけ。おで俺たちはライバルは学園だと思ってたわけ。おなるほどなるほど。で負けたってなった瞬間に いけるって思っちゃったわけ。これ俺たち来たっていうね。そう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 。で怪我はしても足も痛いんだけどいけるって思ったんだけど足元をそこで救われるという。室蘭大谷。なるほどドラマだなやっぱりな。で室蘭大谷はその年決勝まで行くんです。あ行くんですね。ちゃっちゃっちゃってつまんで話したけど、うん、もうそういう大会なわけだから選手権にかける思いの子たちっていうのはもうそういう思いがみんな絶対にあるわけよ。だから最後まで頑張れるのよ。水田さんだからすごくだからよく分かるわけですよね選手たち気持ちがね。そうだから分かる。注目される、ね、プレッシャーとか優勝しなきゃいけないっていう学校のプレッシャーとか、うんやっぱり今だったらいろんな県がこう強くなってきてて、うん、当時ってやっぱり埼玉とか静岡とか、まあ、広島とかみたいなところが注目されてて、うん、やっぱそういうのはすごくあったね。今よりもすごいじゃないですか当時の高校サッカー選手権の注目度って、うん、でそれって逆に力にした部分だったのかそれともなんかやっぱプレッシャー難しかったのか。あでもプレッシャーって感じたのは多分、うん卒業してからじゃないかな。あそうなんですやっぱり楽しかった部分のが多かったと思うよ、うんあまあ、とにかく県で勝つのも難しかったから、うんまあ、そこで勝つこともそうだしあとは僕の全国に行った時にやっぱりあの元旦昔は元旦が開会式だったんだよね、うんはいはい、で天皇杯の前に開会式をやるわけねで天皇杯の決勝は高校サッカーの開会式が終わった後に俺たちがみんなこうスタンドとかに結構昔さスタンドにさ各高校の学校がいっぱいいろんなジャージ着て見てる絵とかって見たことないあります天皇杯の決勝あるかもそれあるあそうなんそのままじゃみんな残ってそう試合を見てるですね今はね、大晦日から始まったけど、ね、スケジュールもっと長くして休みも入れなきゃいけないってことで昔はそうだったわけ、うん、だから開会式の出待ちの時とか終わった後とかって、うん、その日本リーグの選手たちが決勝を迎えるために来てるわけよ、はいはい、で開会式終わってこう引き上げる時にアップに出てくる選手たちが国立の、まあ、下のところでスパイクをカチカチ鳴らしながら待ってる姿とかがめちゃかっこよくてまたそれもこうなんか憧れっていうかそこになるんだよね、うん、なるほどねモチベーションみたいなねそうだからそういうところに行ってそういう人たちのことも見れるしやっぱり注目されて、まあ、国立っていう舞台でサッカーができる喜びとかあとはたくさんの人に学校の仲間が来て応援してくれたりだとか、うん、僕たちがまあ地元が、まあ、埼玉だから大宮サッカー場でが大体1回戦2回戦やるんだけどものすごい人で、うん、その雰囲気の中で試合をできる喜びとかそれがあるからまあ苦しい練習も耐えられるんだろうなっていうところには行き着くかもしれないね。まあそうですよね。でもずっと3年間でも女の子とかに追いかけ回されたりとかして大変だったんじゃないですか。追いかけ回されない追いかけ回されるでしょう。もうだって俺そんな人
会社に入った時言いましたっけ、なんか会社に来た先輩に、私、水間さんのおかげだったろって言われて、サインもらってきてと、あとサッカーマッチ行きたいんでしょとか言われて。ありがとうございます、本当に、もうそういう人たちは、でも、学校とかにはそんな来てないけど、やっぱり、うん、なんだろうな、選手権の会場とかにはたくさんの人がいて、あとは学校にファンレターみたいなのが送られてきてね。バレンタインはトラックでとかいう。ね、トラックで、ね、全然トラックで来ないですよ。後々でしょ、もっとなんかそういうスーパースターが現れて、まだそういう、なんだろうな、みんなそういうのも恥ずかしいみたいな時代じゃない、ちょっとまだね、恥じらいのあるみたいな、ね、そう70年代後半の雰囲気。いや、でも水原さんが元祖なんですよ、その走りになるんですよね。いや、でもあれだよ、その首都圏で本当にテレビでやってもらえることになって、やっぱり高校サッカーっていうのが注目を浴びて、やっぱりね、それが大きかったんじゃない。そうですよね。いや、だって僕が見始めた時って高校サッカーの方が普通の日本リーグとかで全然お客さんが入って人気があったから、もう高校選手権の決勝がもうなんか一番日本で一番のビッグイベントみたいな、もう感じの状態で僕ら選手権見始めてるから、だからそれは水間さんたちのそのが始まって、ずっとこうサッカー人気がね、高校選手権の人気がバン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 上がっていったっていう、その始まりだったと思うんですけど、水間さんのね。だからその時の冬の国立競技場ってさ、まあ、天皇杯も昔からやっぱり、まあ、テレビ放映もあるし、まあ、楽しみにしてる方たちも多いとか、あと選手権でやっぱり、ね、高校生たちのこうサッカーが見れるとか、あと大学ラグビーがもう全盛だった時あったでしょ。ああ、そうですね。はい、で成人の日とか、まあ、1月15日が決勝やったりとか、そういう、はいはい、そういうような、なんかこう本当に憧れの舞台には国立は、うん、特別でしたよね。そう、当時の国立はね、本当特別。現代の高校サッカーって、うん、あの多分水沼さんが感じてた時代とはこう高校選手権に対する捉え方もちょっと変わってきてるのかなっていうのがあって、ああで水沼さん実際は国立高校とか指導されてますし、そういう部分でちょっと逆に違うなって感じる部分ってあります？なんで目的地が違うんじゃない、昔と今の選手たちは、うん、やっぱりそこ、まあ、ステップじゃないし、こうもっと上へ行くための、まあ、場所にはなると思うんだけど、あとは今選択肢があるから、高校高体連があって、ユース、まあ、J 株とか、まあ、他のクラブチームもあって、やっぱり中学校からそこに上がるときにどこに行ったらどういう自分がどういう将来になりたいかとか、まあ、その本当に選択肢がいっぱいあるから、そこの決断がまず、うん、高校生には必要、中学生には必要かなっていうふうにちょっと思うね。うんうん、俺たちはだって高校サッカーで国立に行ってとか、もうそこにまず行きたいっていう思いがすごくあったから、うんうん、それに集中してできたけど、うん、今はやっぱ違う、ま、道があるからね。うん、ですよね。いや、でも今は僕、ね、今すごく今ユースっていうか高校生年代も若い世代って、今リーグ戦文化がね、バッターが前言ってた通り、文化がこうすご根付きつつあって、でもそういう中で選手権っていわゆるノックアウトステージでっていう、まあリーグ戦とはまた別の形で、これをでも経験するってこともすごく貴重じゃないですか。あ、そうそうそう。結局アジアの大会代表選手になると、もう結局そういうノックアウトステージで結局最終的に勝たなきゃいけないみたいな状況になって、またリーグ戦とは違うメンタルとか気持ちの持ちようとかっていうのは多分あると思うんで、そういう意味で選手権がね、果たすその役割っていまだに全く変わってないと思うんですよね。言う通り、うん、あの県予選の緊張感とか、多分水沼さんが経験していた時代とやっぱ変わんないんですよね。もう負けたら終わり、うん、相手はやたらドン引きしてくるみたいな、強豪校の選手たちが、まあ、将来日本代表経験するような選手たちにとってもものすごい厳しい舞台で、うん、そこを経験するっていうのは、例えばそれこそアジア予選とかの部分とこうリンクしていくというか、うん、負けたらダメみたいな状況で戦うっていうすごい経験っていうのは、僕もあの全然ポジティブな部分があると思っていて、リーグ戦が全くなかった時代はトーナメントオンリーになっちゃって、トーナメントだけっていう部分だった場合弊害の方が大きかったと思うんですけど、今、こう、もう下の年代からね、それこそ小学生から、こう、リーグ戦当たり前にこなしてきた子たちが上に上がってきて、また別の国戦を経験するっていうのは、これ、すごい、あの、全然ありだな。あ、でも、本当その通りだと思うよ。うん、こう、勝っか負けるかで全然違う世界に行ってしまうみたいなところは、やっぱり経験値としてはすごく大きなものがある
っていうふうにすごく思うよね。だって1試合の持つ重みがやっぱちょっと違いますもんね。しかも1試合でその優勝するしない、あるいは抜ける抜けないで、その選手たちの人生自体がこうね、ちょっと変わったしまうぐらいの、やっぱあれがあったりとかね。で、逆に言ったら強いチームは必ずしも勝つわけじゃないっていうのも、やっぱり選手権ならではのなんかこうね、あのことだろうし、まあ、トーナメントっていうのは本当にその時間内でどれだけのことができて、それが成果として勝つか負けるかになるけど、それを一回経験してもまた次があって、でよりその高みのところでもぶつかる、そこ行くとまた本当に勝った時、優勝した時と準優勝は全然違うので、やっぱりそこの経験は本当に大きいね。 J リーグもできたばっかりの頃、やっぱ選手権からね、ずっとまあ大学卒業したり、まあ、あのそのまま J リーグに入ってきたりって選手結構いたじゃないですか、まだ、うんうん、J リーグの初めの頃って、うんうんうん、でもあの当時の選手たちにやっぱ聞くと、やっぱ選手権で今水間さん言ったみたいな話、ここの試合はリーグ戦であってもここの試合は絶対落としちゃダメなんだみたいなキーゲームで、やっぱ力の出し方みたいなのがやっぱ違うんだみたいな話をよく選手たち聞いて、あ、なるほどなってすごくやっぱ思ったんですよ。やっぱり選手権のやっぱそういう1試合の持つ重みみたいなのをこう実感しながらプレーしてきた選手って、ここっていう時のこう力の出し方みたいなのはやっぱりなんとなくもう体で分かってんだなみたいなのはなんか思いましたね。やっぱそうだね、水間さんが言われたように、こう負けた時の経験で、それこそ2年生3年生の時、水間さんこう結果出なくて辛い思いしてっていう、上に行く選手って言い方いいのかな、まあ上がっていく選手ってこう勝ったら勝ったでそれを財産にするし、負けたら負けたでそれを糧にするしっていう、このなんかそれ別に勝っても負けても関係ねえって話ではなくて、で本気で勝ちに行くし、勝つための最善を尽くして、でその結果こう裏表どっちになるかっていうのはそれぞれあるけど、どっちにしてもそれを糧にしちゃうみたいな選手がやっぱりこう上に行くなっていうのはすごい感じますね。まあ、自分で消化できるかどうかだしね、やっぱりその経験をどういうふうに自分の中にこう入れていくかみたいなところは当然あるよね。練習が厳しいとかじゃなくて、やっぱり試合をしたその結果で厳しいところに行ってしまうとか、もっとよりいいところに行ってしまう、今バタヤンが言ったように、それを両方ともやっぱり取り込んでいかないとダメだよね。やっぱりここは重要かな。やっぱり選手権はそれがあるので、うん、でやっぱりこう仲間っていうところでもそうだし、まあ、最後の最後で、まあ、甲子園もねそうだけど、うん、だからやっぱり敗れた時っていうのは本当の悔しさが出てくるし、まあでもいい舞台だと思うよ本当に、ね、今でもだって解説やらさせてもらってるけど、うん、やっぱりどうしてもこう情が入るっていうか、うん、いいなっていうふうに思っちゃう。それは特別ですよね。でもあの音楽ってやっぱ今の高校生たちもやっぱあの音楽聴くとテンション上がるから、あ、今あの音楽ないんですか？あ、やってる。あるし、あるし、違うテーマの曲も毎年変わってあるし、うん、あ、そうなんだ。あとマネージャーの子たちも出てくるし、あ、毎年女子マネージャーが出てくるわけですよ。可愛いですよ。みんなスターになりますからね、選手権のマネージャーやった子たち、ね、確かに確かに、すごいメンバーばっかりだったんですよ、うん、でもなんか毎年あるキャッチコピーもまた面白いじゃないですか。ああ、そうですよ、ね、ゴールしか見えないとかね、はい、うん、でいいわね、選手権のさ、たびにさ、あの、なんだろうな、経験した選手たちが J リーガーがさ、うん、みんななんかこう言葉とともにこう、あ、ポスターになったりするじゃん。あ、なったりとかね。あれ、水間さんの時って何だったんですか、コピーあったんですか、その時。全然覚えてないけど、まあ、オープニングの絵を俺が撮ってたっていう。いつ見ても泣けるんすよね。泣ける。時代関係ないですもん。選手もそうだけど、コーチたちもそうなんだよね。先生とかさ、ね。やっぱりマネージャーとかさ。うん。そこのどっぷり足使ってるバタがね、またね、たっぷりね。細かい情報多分教えてくれると楽しみです ね、 でもね、難しいですよ本当に、うん、あの、あ、まあ、取材もすごい制限されるんで。そうだね、はい、そんなことで今年も選手権楽しみにしたいと思います、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。